おとつさかです。今回はバレンタインガチャ最後の10連やっていきたいと思います。で、まあコラボの発表も来ましたね。なんでこのタイミングかっていうのもね、皆さん思われてるかもしれないんですけれども、コラボ、まさかの窓マギコラボという感じで来てます。で、僕ね、窓マギのアニメ全部は見れてないんですよ。実際最初の3話ぐらいまでしか見れてないんですけど、やっぱりね、こう有名だからね、いろんな情報入ってきてるわけですよ。アニメ全部見てないんだけど、なんとなくストーリーは分かってるみたいなところありますからね、で、やっぱり窓マギコラボはしっかり回していきたいっていう思いはもちろんあります。ただ、なんでこのコラボ発表のタイミングでバレンタインガチャ回していくかと言いますと、理由があるんですよ。僕先日というか2月の23日の土曜日、初のね、オフ会、僕主催のオフ会開かせていただいたんですけれども、その時にね、あの来た男の子が一人、あの赤さん、今回めちゃくちゃ爆笑してたんですけど、この最後の10連で、よな、当てちゃってくださいよということで、10連分のジュエルをね、いただいちゃったわけですよ。僕も正直もう、あとは単発ポチポチ引きながら、あの10連回すつもりとかなかったんですけれども、分かったと、任せておけと、最初はいいよって言ったんだよ。そういうのいい、大丈夫って言ったんだけど、引くとこ見たいっすと、赤さんがヨナ引くとこ見たいっすということで、あの10連分ね、ジュエルいただきましたのでね、男と男の約束よ、ヨナ引くよと、10連で引くからというところで、もうもちろんこのね、あの窓マギコラボをしっかり回していこうかなと思うんですけれども、その前にラスト10連でヨナ引いていこうじゃありませんか。来ちゃうから多分来ると思うんだよねとか言いながら、まあもう来ても来なくても、この10連にはね、まあいろんな思いがこもった10連になると思う。俺もヨナ欲しかったけどね、もうこの10連で出なかったら諦めつくかなっていうような感じ、そんなところでございます。で、一応スタンプが、もうこれ最後まで引けようと思うけどね、みんな確定までもうちょいじゃんみたいな、ただ結構今回課金してて、それも厳しいと、はい、まあそんな感じで、泣いても笑っても最後の10連攻めていきたいと思います。いや、ロードは消すんで、僕もロード見ないで引くようにしますんで、では運命の瞬間、ラスト10連引いていく。いや、めっちゃつばとんだな。いきます、ロード見ません。ゴイン、どうだ、金率どうだ。まあこれで出なかったとしたら窓マギ神引きするんで、僕金率は1、2、3、4、5、6、苦いバレンタインになるのか、それとも最後ビターなね、あと5、4、ビターな味を俺にも味わわす、3、2、1、ラスト。あ、ラストじゃなかった。くっそー、今年のバレンタインは厳しかったぜ。ということで、今日も終わっていきたいと思う。でこれね、まとまぎコラボでいい引きするから、みんな窓マギコラボ見ててよ。今回きつかった分ね、窓マギで舞うから、見せるから、ぜひ期待してください。今日はね、10連しか引けなかったんだけど、この辺りで終わっていきたいと思う。まあ出なかったけど、まあしょうがない、そういうこともある、そういうこともあるから、こういうこともあるんだよっていうのをみんなもね、分かってくれたらね、いいかなっていうふうに思う。じゃあまた次の動画、録画の動画、まあライブ配信でお会いしましょう。気が向いたらチャンネル登録、ツイッターフォローなんかもしていただけますと嬉しいです。じゃあまたね。くっそー、今回のバレンタインはきつかった。